ウェルバは、スペイン南部のアンダルシア州に属する、ウェルバ県の県都である。オヌバと書かれたローマ時代の高架古代ローマ時代には、アナス川とバイティス川の中間にある港町であった。ルクシア川の河口に位置し、アナス川の川口からアウグスタエメリータに向かう、道路沿いにあった。ウェルバは、フェニキア人によって築かれ、オヌバと呼ばれた。ギリシア人はその名前を受け継ぎ、 ニューベータアルファーと記した。ローマに征服された時はトゥルデナに人が支配していた。ローマ時代にはオノバエストゥスアリアとも単にオノバまたはオヌバとも呼ばれている。ローマはウェルバを俗州ヒスパニアバエティカに編入した。現在でもローマの遺跡、特に水道が残っている。オヌバの使命を記した古代の効果がよく見つかる。その後、 この地を征服したアラブ人はバルバーと呼んだ。1755年に起きたリスボン地震では大きな被害を受けた。2005年10月にハリケーンバンスはちょうどウエルバの海岸に上陸した。スペインに上陸した最初のハリケーンとなったが死傷者や被害はなかった。ウエルバをホームとするレクレアティーボウエルバは1889年に 設立されたスペインでで最も古いサッカークラブであるウエルバ港のパノラマ写真ウエルバはカディス湾に面しオディエル川とティント川の合流点に形成された都市であり港を要するまたアンダルシア州の州都であるセビリアとは鉄道路線で結ばれておりウエルバには鉄道駅も設置されているコロンブス記念祭2007ウエルバ県の観光名所は クリストファー・コロンブスの史跡である。史跡は、ウエルバ、モンゲール、パロスデラ・フロンテイラ及びラビダ修道院にある。修道院は、コロンブスがフランシスコ会に援助を求めた場所である。フランシスコ会はコロンブスを、地元の金持ちの船のリピンソン兄弟や、フェルナンド2世とイサベル1世に紹介した。そうした交渉により、援助や地元の上院を得て、コロンブスは、 最初の航海の準備を整えることができた。コロンブスは、ウェルバの船乗り、アロンソ・サンチェスと相談して、最終的なルートを決めたと仮定されている。コロンブスはこの地で、アイデアや理論を交換し、当時のヨーロッパの権威には、拒否されていた政治的、経済的な支援を得ることができた。この記事は、パブリックドメインの EN、 Dictionary of Greek and Roman Geography by En ウィリアム・スミスからのテキストを含む。ありがとうございます。